大雪に漂被害、今年も県内では自然災害が相次ぎました。中でも大きな被害をもたらしたのは、地鳴りのような大きな地震です。立っているのがやっとです。強い揺れを感じています。今年3月、県内を襲った福島県沖を震源とするマグニチュード 7.4 の地震です。相馬市、南相馬市、国見町で震度6強を観測、福島市や田村市などで震度6弱を観測するなど、県内の広い範囲が強い揺れに襲われました。地震が起きたのは夜の11時半過ぎ。多くの県民が不安な夜を過ごしました。いや、うちひっくらなきゃかと思って2階に寝てて、な、真っ暗だ、電気つかないから、テレビも見らんない。一夜明けると被害の全貌が明らかになりました。住宅地に入ってきました。ご覧ください。石でできた塀が崩壊していて、ブロックが道路の片側を完全に塞いでいます。相馬市の松川浦では水産会社の倉庫が大きく壊れ、崩れた塀が車を巻き込みました。だから地震発生の分かんないと、こんなに壊れていって思わなかったからさ、作ったってすぐにもねえもこれ自然には勝てない、脱線した東北新幹線やまびこの上空にいます。こうして見ますと、少しではありますが左右に車体がずれているのが分かると思います。東北新幹線は地震で列車が脱線、線路なども被害を受けたため、全線再開までおよそ1ヶ月かかりました。また伊達市にある伊達橋は地震の影響で今も通行止めに。仮の橋の設置工事は来月から本格的に始まる予定ですが、地震の爪痕は住民の生活に大きな影響を与えています。大雨が会津地方を襲いました。午前9時過ぎの喜多方市です。あちら見てみますと、 JR 磐越西線が通る橋が崩落しています。8月3日から4日にかけて会津地方で降った記録的な大雨、当初の予想を大きく上回り、24時間降水量は北塩原村の日原で 314.5 ミリ、喜多方市で 275.5 ミリと観測史上最大を記録しました。喜多方市の JR 磐越西線では濁川に架かる鉄橋が大きく崩落、地元の生活の足が途切れました。バスとかもあんまないんで、電車ないと不便なんです、まあ、若い人たちはいいかもしれないけど、高齢者の人かわいそうだな。 JR は来年春の復旧を目指しています。激甚化が進む自然災害、想定外に対する備えが今求められています。